はい、ミホノブルボンです。マヤだよ。ゴールインの鐘響かせちゃおう。注目の2番人気13番マヤのトップガン。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。王道テイクオー晴れ渡る。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿と17番、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気レアグルーヴ、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は17番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。マヤのトップが上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。続きましたエアグルー、少し後ろから4番、すぐに続いてスペシャルウィーク、それを見るように8番、少し離れて18番、内を回ります14番、少し後ろから17番、その後ろに2番、外から3番、その後ろマヤのトップが1番続いている。その後ろから5番、外を回ります6番、少し後ろから9番、1馬身差7番、後方2番手に11番、16番、現在シンガリラエアグルーヴ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。お待たせー、マヤのハートをブーケに込めて、うーん、キュー幸せみんなに届け。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先行捉える子は出てくるのか。じりじり詰めるマヤのトップが。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはエアグルーヴ。残り4周マヤのトップが並んできた。マヤのトップが、ここで抜け出したマヤのトップが、このまま押し切れるか。マヤのトップが足色は衰える。200を通過マヤのトップが、リードは5馬身、これはすごい。先行はいてマヤのトップが、マヤのトップが、これは完璧な勝利です。他の追随をまんで許さなかったぞ。勝ったのはマヤのトップガン。2着はエアグルーヴ、3着はスペシャルウィーク。ドキドキ、ハートのベル鳴りやまないね。なかなかそう来なくてはな。